嵐は去り、雨は止み、新時代の春が来た。やっぱこの新日本プロレスを変えていかなきゃいけない、それは俺に課された使命だと思ってますね。春の最強戦士決定トーナメント、ニュージャパンカップ初優勝、辻陽太。新時代の扉が開いたぞ。全てはこの男を超えるために。このベルトを俺がいただいてやるよ。制御不能なカリスマ、 IWGP 世界ヘビー級王者、内藤哲也。今の新日本プロレス、いや今のロス・インゴ・ベルナーブレス・ハポンのプロレスを存分に堪能させてやるぜ、カブラン。あの時から運命の糸はつながっていた。先生、アスタレゴ、アディオス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 。運命を変えたのも春。大学卒業して社会人になって、会社のオフィスから桜を見ると、あ、俺は何してんだろうなって。そんな時に追い続けてきたものを取った瞬間に投げ捨てる、その制御不能さに俺はものすごい感銘を受けたんです。俺はプロレスラーになろうってその時にもう決意してたんです。憧れは倒して乗り越える。ただ今の内藤哲也って過去にがんじがらめにされて制御可能なカリスマになってるんですよ。俺があの頃憧れた制御不能なカリスマ内藤哲也と戦いたいですよね。ここで陽太の勢いを止めてこそ内藤哲也、そして辻陽太のためになると思うんでね。ベルトを分解、そして白いベルトを封印、白いベルトを封印するのであればけじめをつけなければいけない、そう思ってます。俺はこれからサクサクだ、内藤さんには派手に散ってもらいたいと思います。狂い咲け、咲き誇れ、新時代の春、覚悟の桜。 IWGP 世界ヘビー級選手権試合、挑戦者辻陽太 VS 王者内藤哲也。